三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。1枠1番、このファンが期待したのは2歳女王の桜花賞制覇でした。ここで期待に応えることができるでしょうか。インディルシャイア後方一騎がこの馬の持ち味、牝馬の名手を背に好位差しがこの馬の新庄。いざ G1 の大舞台、この馬も虎視眈々と。こちらは今日の2番人気、決め手勝負ならこの馬にもチャンスあり。大レースでこそこの鞍上の手綱さばきが光ります。名手に導かれて G1 ダッシュへ。アーテリセッティス前走での構想はよく栗色の美しい馬体には、続いて入場するのはこの馬です。人気はそこそこですが、前走では惜しくも敗れましたが、本番の今回は負けられないところです。 G1 に白大きな舞台は鞍上の得意とする。前走での見事な勝利を。さあいよ、三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のエリモスカイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはアグネスタッド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアグネスタッド行きました。続いて前へ行くのはエイシンクレオ、フェンサンコート、後方から先頭に戻りましょう。大前グッズ先手を取りました。その隣にエイシンクレオ、オレンジの帽子、夕霧、その後ろ当選ウィンドウ、そのうちに続いています。並んで漆黒の馬体、初のブレインズ、アドマイヤフレンド、すぐ後ろ、その後ろにパープルトウショ、これに続くのがアグネスタッド、並んで連勝中のエリモスカイ、すぐ後ろにアーテリセッティス。ここまでほぼ平均ペースです。先頭は依然として大前グッズ、夕霧、ほとんど差がありません。エイシンクレオ3番手、阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬、インディルシャイア、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。最後の追い比べ、先頭は夕霧、しかし後続も伸びてきた、内で食い下がる、インディルシャイア、夕霧先頭、しかし後続も追い上げる、インディルシャイア、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、残り 200m を通過して、インディールシャイヤーさらに突き放します。インディールシャイヤー強い強い、インディールシャイヤー圧勝ゴールイン。2着はビューギリー、3着にアーテリステティス、インディールシャイヤー完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。